たいね、あなたこっちに。何グラム食べさせるか。あ、そう。体重取ってます。準備したらご飯食べようね。お薬も飲むね。尻尾ですぐ食えば。はい。もう1回目に血圧いい数値出てたんで、2回目の数値で。リオ M ディアバスター1個1個です。半キロ以上。足がまだ分かんないな。あ、怒った。なるほど。痛かったわ。痛いのは分かるけどさ。ごめんね、そんな怒るの。痛かったんだ。さ、分かるけどさ、怒らんでよ。何が痛かった？注射が痛かったね。そのままで感じてなかったな。いや、お母さんいたからね。お母ちゃん、こっち向いたら。出血しております。じゃあそれで、あ、満足でしてるか。刺繍ブレットの札向きのようなこの話ダメだな、全然良くないな、これ失敗したな。ちょっと終わった？ちょっと溶かし方を教わって、はい、で、この手の子は顔と足と尻尾だからね、はい、で顔溶かして尻尾溶かして、はい、この辺使ってちょっと溶かし方を教わって、まあ
表面できるんだけど、はい、コームだとあの中の毛を毛まで溶かせれるから、こうやって溶かすのに、はい、で、細く毛がこっちだと外面しかついてこないの、外面の毛 毛のやつしか、はい、だからこの子のコームで中の毛を絡まるかどうか確認して、はい、で、耳裏面もあるから裏面もこのコームで、ちょっと溶かして、そうするとちょこっとな、うん、だから最初溶かせるように外側、外側で、このコームで少しでもね毛玉ができちゃうから、耳の裏とかね特に。もかちゃんこの子やらせてくれる方の子だから、お利口さんだから。たまにね、嫌だね、むぎ。毛玉引っかかっとる、むぎって怒る。いつ怒るかわからないんだけど。そうすると少しでもサラサラになったかな。こういうの、ムダ毛が出てくる。ね、顔は目やに出てるよね、これ、うん、目やにちょっと取ってティッシュで拭いたりとか、もしくはあの猫ちゃんの時に使うああいうちっちゃいフォーム、はい、ね、こういう細かいところをやるんだけど、でここはスリカでやっちゃうと目ブスってなっちゃうから、こういうコームでちょっと少しね、少しとかあと教えたら乾く通してもらって、ふわっとふわっと、まず表面ちょっと先に溶かしてあげて、はい、で、後々このトーンで中の毛をふわっとできるように、毛だけ引っ張ってあげると、尻尾の先端さえこの芯だけ傷つけなければいいから、あ、ちょっと見始めた毛玉があるって分かってる、あ、香り悪いでしょ、だから外側はこのスリッカーで溶かしてあげないといけないけど、中側はほら嫌でしょなんかトリミングやっても、こういう子たち、シーズーだったりプードルだったりすぐクリクリになっちゃうし、毛玉ができやすいから、うん、必ず毎日でブラッシングしてあげるっていうのが基本的な、こうしてやつ、じゃあお願いしていいですかね、うん、あとはトカさんの尻尾と、あと毛をフリカーとコームと使って、あとコンディショナーも振りかけていいのでお願いします。